今月開催の国際大会、ラグザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12で2連覇を目指す野球日本代表が6日、宮崎市内での合宿を打ち上げ、井端博和監督49は合格点と自信を示した。日本代表は9、10日にバンテリンドーム名古屋でチェコ代表と強化試合を行い、 13日に同球場でオーストラリア代表との一次リーグ初戦を迎える。雲一つない宮崎の空が充実した期間を物語っていた。ナインと共に手締めをした井端監督は、晴れやかな表情で合宿を振り返った。やりたいことはできた。本番までに、状態が100に近づけばいい。僕がイメージしているより良かったので、合格点は出ると思う。リーダー格となる坂倉。 広島が手締めの温度を取り、全員で世界一になりましょう、と挨拶。代表経験の浅いメンバーが多くを占める中、10月29日から個々の自主性を重視して調整。選手らは引き締まった表情で南国を離れ、名古屋へ移動した。調整も最終段階に突入する。バンテリンドームで9、10日にチェコとの強化試合を戦い、 13日にオーストラリアとの一次リーグ初戦に臨む。9日は高橋博史中日、10日は早川、楽天の先発が決まった。先発陣の柱となる高橋博史に、指揮官はオープニングの球場でもあるので、いい流れを持ってきてくれればいいかな、と期待を込めた。8日から日本シリーズに出場した DNA の巻、佐野、桑原とソフトバンクの栗原が合流。 4人の明るい性格を理解した上で、入ってきた時に、どうチームが変わるかは想像を超えるんじゃないか。これで全員が本番モードに入れると思う、と井端監督。大会2連覇へ、現役時代から慣れ親しんだ地で結束力を高めていく。木口渡る。